第一次世界大戦中の1917年から1919 19年にかけてアメリカ食品局が出していた新聞広告に描かれた砂糖袋。砂糖袋は保管、輸送などの目的で砂糖を入れておく袋。日本語における砂糖袋という表現は文脈によって貿易など長距離の輸送に用いられる大きな袋から。 コーヒーなどの飲み物の一杯用に小分けした袋まで多様な大きさのものを指して用いることがある。また、あり合わせの袋に砂糖を入れたものを指して、砂糖袋と呼ぶ場合もある。英語では大きめの袋がシュガーバッグと呼ばれるのに対し、飲み物一杯用に小分けされた袋はシュガーパケットと呼ばれ、日本語の袋に相当する単語の表現が異なっている。 砂糖を入れることを目的として用意される袋や、カバンを刺す、シュガーバッグについては、中身の砂糖が入っていない状態でも、この表現で言及する場合がある。また、口実のように、比喩表現として異なる内容を意味する場合もある。以下では、倉庫での保管や輸送用の大きな袋、小売りの包装単位となる袋、英語における比喩的表現としての、シュガーバッグについて述べる。 倉庫に積み上げられた砂糖袋。貿易など長距離輸送の際に砂糖を詰める袋は朝などで作られており、数十キログラムから100キログラムほどの重量になる。かつて、2 0作業の多くを人力に頼っていた時代には、沖縄市などが落下した砂糖袋の下敷きになって死傷する事故がしばしば起きた。英語圏、特にオーストラリアやニュージーランドでは、 小馬の平織りで作るヘシアンクロスで作った小ぶりのカバンをシュガーバッグと呼び砂糖のみならず広く乾物を入れて運ぶのに用いる。地域によっては砂糖袋の布地を転用して衣服を作ることもあった。3 0ラム程度の重量の砂糖袋は20世紀前半においても紙袋で作られることもあった。近年では砂糖袋としてポリビニルアルコールなど 合成樹脂類で補強された紙袋が用いられたり、ポリプロピレン製の袋が用いられることもある。1kg 入り紙袋の砂糖袋。北アイルランド2010年。欧米などの小売店で販売される砂糖は、1kg または日本土程度の量が紙袋やポリエチレン袋に詰められた状態で流通することが一般的になっている。これに対して日本では、 1kg のポリエチレン製の袋に袋詰めされたものが最も一般的になっている。こうした袋詰めでの販売が一般化する前には、乾物店などが 30kg などの大きな紙袋に入った砂糖を仕入れ、店頭で量り売りする販売方法が広く行われて、いたが、スーパーマーケットなどセルフサービスによる販売の普及とともに、従前よりも 小さな 1kg 程度の袋詰めされた砂糖の流通形態が増加していった。1950年代まで小売用の砂糖袋は内側にラミネート加工を施した紙袋であったが、1960年代以降はポリエチレン袋が主流となった。こうした変化の背景には自動放送機械の開発などの技術革新があった。オーストラリアでは野生の蜂の巣を シュガーバッグと称することがある。また、野生ではなくとも、オーストラリア固有種の蜂のものを言う場合もある。糖尿病患者は、インスリン注射を自ら日常的に行う場合があるが、これに必要な道具一式をまとめた小さな入れ物も、シュガーバッグと称することがあるが、これは、シュガーメディカル社の商品名である。砂糖を飲み物一杯用に小分けした袋が普及する以前、 レストランなどではテーブルに砂糖壺を用意し、客がそこからスプーンで適量を救うのが一般的であったが、これには衛生上の懸念を持つ向きもあった。もともとニューヨーク市ブルックリンクでダイナーを経営していたベンジャミン・アイゼンシュタットは1945年に転業してカンバーランドパッキングコーポレーションを設立して T バッグ製造業に転じたが、一緒にダイナーを切り盛りしていた妻、 ベティの助言を得て、砂糖を小分けにした紙袋に封入することを着想し、TE バッグ製造装置を改造して、これに成功した。以降、この小分け袋は、同社の主力製品となり、後年の甘味料スイートンローの発明に、つながっていった。日本では、1960年代から、ペットシュガーなどの名称で導入され、当初は1 0ム入り程度の内容量が、徐々に、 小ぶりなものへと主流が移り、1990年代には 3g 程度のものも普及した。英語ではシュガーサケットなどと呼ばれる細長い棒状のものもあり、日本語ではスティックシュガーなどとも呼ばれる。デザインの多様性などから、この袋の収集を趣味とする愛好家も存在している。ギネス世界記録には砂糖袋の世界最大のコレクションがあり、2013年5月14日、 現在、世界最大のコレクションは、ドイツのラルフ・シュレーダーのもので、1987年から収集が始められた彼のコレクションには14,502種の砂糖袋があり、最も古いのは1950年代のものだという、ありがとうございます。